前回、洞窟探検に行ったウプ主。クリーパーの爆発で砂利が落ち、ドラウンドに押されて渓谷へ落ちてしまうカピバラ。霊夢がアイテム全ロスのフラグを立てたが、何も消えていなかった。何その消えて欲しかったみたいな言い方は。洞窟でゲットしたのは大量の鉄のみだった。今回は何をするのか。ハロハロどうもカーピです。その挨拶久しぶりね。超絶美人ミココと霊夢ちゃんです。最近茶番やら新企画やらでカキクラやってなかったからな。ゆっくりマリサです。今回もカピバラクラフトやっていこうと思います。今回は何をすると思いますか、マリサさん。お前のことだから。ぶっぷー。正解はお引っ越しでした。この家捨てちゃうの？ちょっと寂しいけど池の奥の方がいい地形なんだよね。なるほどな。その方がいろいろなものが作れていいかもしれないな。そうなんですよ。なので今回はお引っ越しという少し地味な動画となっています。これはこの霊夢様がボケをしないといけないわね。よろしくお願いします。アイテムの移動がすごく面倒です。シューカーボックス欲しいですね。エンドに行くのはまだまだ先だと思うから、それまでは我慢ね。気になってたんだが、ずっとこの家にいてもいいんじゃないか？そうなんですけど、もしかしたら霊夢とマルチプレイするかもしれないのでもっと大きい家が欲しいんだよね。もうすぐパート10ですし、確かに二人で生活するならもっと大きい家がないといけないからな。新しい家を作るんだな。イエッス。ではでは新しい家を作る場所に案内します。犬も連れて行くのね。一人にしたら寂しいからね。この池の奥の時だよ。このチョビ森を抜けたところに作る予定です。なんでさっきから土を置いてるの？目印ですよ。戻ってこれなくなったら私泣いちゃうからね。泣け。は？見えてきましたね。この上なの？そうだよ。すっごく広いんだ。近くに村もありますし。少し削ったらほぼ完璧だな。そうでしょう、そうでしょう。ワンちゃんはここで待っててね。私は荷物を持ってくるから。やっと終わりましたよ。20分もかかったのね。大変すぎました。今日もやることないんですけど。何かしてください。はーい。じゃあこの辺りを探索しましょうか。村に着きましたよ。もう夜ですけどね。寝ましょう。いい子でしゅねー。おねんねしましょうねー。この家に来た隣のおばちゃんかよ。あの、すっごくどうでもいい話なんだけど、みんなスネ夫の正面顔見たことありますか？本当どうでもいい話だな。いやさっきの霊夢の顔がスネ夫の正面顔に似てたから。誰がアヒルじゃ。とりあえず寝ますか。とりあえずゾンビたちを処理して、畑を荒らしましょう。なんでだよ。この村チェスト全然ないんですけど、しょぼ村でしたね。家はたくさんあるんだけどな。他にも食料とか動物さんたちはたくさんいたんだけどね。チェストも少なかったし中身も大したものは入っていなかったわね。ピエノ超えて、トーン、トーン。あの急に歌うのやめてもらえません。なんでよ。お前の声で歌わせると機械度マシマシだから。悲しいなぁ。迷子なぁ。ここどこやねん。全然知らないところに来ちゃった。村を出るときに道を間違えたんだな。どうしよう。まあ高いところから見ればいいんだけどね。心配した私がバカだった。おいおいそんなところから降り。あアイテムロスしてませんように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 アイテムロス。少しだけアイテムが消えてしまいました。声どうした？あ、さっきマリサに喉をやられてね。ははは。まあ生の豚肉を食べればよくなるんですけどね。じゃあ拠点に帰りましょうかね。お前は怪我がすぐに治る訓練を受けてるからな。消えてくれないんだよな。あれ私狙われてる。この村には馬がいるんだよね。サドルを持ってきたので手名付けてみましょう。それを泥棒と言うんですよ。嫌だな。私がそんなことするわけないじゃないですか。霊夢じゃないんだから。誰が泥棒じゃ。さあこの私を上に乗せなさい。一発で懐いたな。どうしてかしら。こんな奴に馬が懐くわけない。最近みんな冷たくない？さあ馬ちゃん今日からここが君の家だよ。
ウマちゃんの名前何にしようかな。霊夢ちゃん超絶美人すぎワロタンヌ。そうだね、黒でいいか。ちゃんと聞きなさいよ。逃げないようにフェンスも設置しないとね。しょぼいけどこんなもんでいいか。かわいそうなクロちゃん。今回はこの辺で終わりにしましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。コメントなどでアドバイスなどをしてくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画も見に来てね。じゃねピー。チャンネル登録、高評価よろしくね。じゃねピー。